どうも、かますです。今日はこちら、ミズノモレリアネオ3ベータジャパンを履いてみたいと思います。まず、モレリアネオ3はこちらのベータとモレリアネオ3があり、こちらのベータはネオ3の超軽量モデルという位置づけになっています。太陽グランドは天然芝、人工芝、土で、今現在何色かカラーが展開されていて、海外限定のカラーも販売されています。ちなみにアディダス等では、同じモデルでもニューカラーが発売されると値下げされるんですが、ミズノはあまりそういった感じがなく、定価で購入しました。価格はこちらモレリアネオ3ベータが 28,600 円で、こちらモレリアネオ3が 23,100 円で販売されています。モレリアネオ3ベータを実際に着用している選手はセルヒオ・ラモス選手やベジェリン選手、シレッセン選手がいます。まずモレリアネオ3とモレリアネオ3ベータの違い、比較なんですが、モレリアネオ3とこちらベータはともに片足 200g で、アウトソールカンガルーレザーの前足部のアッパーは同じで、逆に相違点はこちらネオ3が甲の部分が終端があり、ベータはそこがニット素材になっているほか、中足部の素材がネオ3ではマイクロファイバーの人工皮革のベアフットレザーを使用し、こちらベータでは伸縮性のある合成皮革ベータメッシュが採用されています。なのでネオ3とベータでは甲や中足部のヒット感や中端の当たる感覚が違うのが大きいかなと思います。でまずモレリアネオ3ベータの特徴を紹介したいと思うんですが、こちらモレリアネオ3ベータは研ぎ澄まされたサッシ感覚を生み出すために設計された足型エンジニアードフットラストネオは、長年のシューズ作りで培ったミズノ独自の技術が使われて、アッパー前足部には希少価値の高いウォッシャブルカンガルーレザー、中足部には裏材、メッシュ、PU シートの3層構造で、伸縮性、軽量性に優れたベータメッシュが採用され、ヒット感に貢献してくれます。そして甲周りから履き口ヒールパースにかけてベアフットニット BF ニットを使用し、ニット特有のきつすぎず緩すぎない圧着フィッティング感覚を実現して、さらにヒール部分足首への干渉を和らげてくれています。アウトソールは軽量性とシャンク剛性を確保するため、ソールシャンク内部にハニカム構造を採用し、前作より 5g の軽量化に成功、剛性と軽量を両立しています。また天然芝、人工芝、土対応のスタッドは耐摩耗性、耐久性が大幅にアップし、さまざまな環境、状況での使用が可能になっています。ヒール部分はかかとからアキレスの間のくぼんでいる部分に合わせてクッション素材が備えられて、かかとの固定、ホールド感が保たれています。そしてシューレースの最上段、紐を通す穴が1つ多く開けられているんですけど、これは好みや縛り加減を自分で調節できるように1つだけ穴が多く開けられています。
通り履いてみて個人的な感想なんですけども、まあ、横幅はオレリア2を3よりもニットやアッパーの影響かより狭いように感じました。ただ履いた感じ縦はベータはジャストサイズもしくは 0.5 サイズ下げてもいいかなというふうに思います。天然革でボールタッチ特にパスやトラップの時により良さを感じ、また天然革の特徴の足なじみの良さに加えフィッティング感覚を追求した足型、甲回りから履き口にベアフットニットを BF ニットを採用し、より研ぎ澄まされた素足感覚が実現されています。